日本北海道シりベシ総合振興局、シりベシ総合振興局シりベシ総合振興局は、北海道の総合振興局の一つ。振興局所在地は、アブタ群クッチャン長。日山振興局、日高振興局と並んで、振興局所在地が、市でない振興局である。2010年4月1日、シりベシ市長に代わって発足した。従来のシりベシ市長と同一である。 14市長を旧総合振興局、5振興局へ再編する、北海道総合振興局設置条例においても、市長より名称、所管区域の変更はなく、隣接する振興局の広域業務に関する、兼務規定も定められていない。以下は、尻部市総合振興局管内における、都市雇用権の変遷である。一般的な都市権の定義については、都市権を参照のこと。 なお、この表でくっちゃん町から、下は、いぶり国である。しりべし総合振興局の自治体一、小樽市、2、島牧村、三、すつ町、四、黒松内町、五、5、乱市町、六、ニセ子町、七、まっかり村、8、留室村、9、肝別町、十、0京国町、十一、くっちゃん町、十二、共和町、十三、岩内町、十四、白村、 15、かもえない村。16、シャ丹タン町。17、古びら町。18、ニキ町。19、ヨ市町。20、赤い川村。ありがとうございます。